韓国最大野党国民の力のユン・ソギョル時期大統領選候補は今日、チュン・チョンプクと選挙対策委員会の必勝決意大会で共に民主党政権は味方が法を犯してもカバーし、敵に対しては何も法に引っかかることがなくても宣伝先導操作をしたと強調した。ユン候補はこの大会でこの5年間の国政はどうだったのか。民主党政権は、国民を敵と味方に分けたと語った。 続けて中世北道民が持っている中高精神がこの国から消え、不義不公正が横行している都市葛藤と対立により、国が半分に分かれてしまったと語った。また大韓民国は、中世北道の中高愛国精神を切りに必要としている都市中世北道民たちが胸深く大切にしている正義公正常識の価値を、私が再び立てていくと語った。候補は今年の3月9日には、 大韓民国に本当の春がやってくるだろうとし大統領選で勝利し政権交代を成すとき、大韓民国の本当の春はやってくると語った。